イェジーグナツ・ルボミルスキは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族、公爵。ヘトマンのヒエロニーム、アウグスティン・ルボミルスキ公爵とその妻コンスタンツヤフォン、アルテンボックムの次男。母の妹カタリーナフォン・アルテンボックムは、アウグスト教王の女かけとなった。ジェシフ、ロズバドフ及びジェレフフの領主。1726年から1732年、王官僚や戦書期間。 1744年より、この駅兵連隊連隊長。1746年より、王冠領大騎手を務めた。ポーランド軍及びザクセン選定高領軍の陸軍少将の階級を保持した。1727年白足勲章排除。1718年1月6日ドレスデンにて、アウグスト教皇の当時の目掛け、マリアンナ・デーンホフと結婚、マニ。 テオドル・ヒエロニムル・ボミルス・キラ一男一女を設けた。1737年2月28日ドレスデンにて、ヨハンナ・フォンシュタイン・ウント・イェッティンゲンと再婚、彼女との間に、ユゼファル・ボミルスカ、フランチシェイク・グジェゴシュル・ボミルス・キラ三男二女を設けた。ありがとうございます。